にちは。前回は最優秀新人、うん、そうだね、はい。まあ例えばさ、はい、森藤がさ、はいはい、男でプロ野球選手だとしたら、うん、どの賞が欲しい？ MVP。 やっぱそうか。いやそうです、それはもうだってポジションとかなんとかではなく、うん、縛られなく全選手の中のじゃないですか。まあそうだね。だからなんか MVP が、あ、今年年間一番活躍できたのかな俺っていう、うん、MVP 欲しいです。まあそうだよな、はい、豊さんもそうですか。まあ全く縁がないっていうかさ、はい、まあ大体優勝したチーム、うん、で本当に活躍した選手が、はい、発表になる、まあ受賞するというね、うん、まあ通例があって、通例じゃないのは例えば三冠王だとかさ、うん、でプロ野球人気に貢献したとか、はい、まあそういうことはあっても大体優勝チームから受賞者が出てくるよね。そうです、ね。まあそうなってくるとやっぱ縁が遠かったな、チーム的にっていうことですよね。でも夢を見た賞ではあるよね、うん、やっぱりそうだよね。やっぱそうだよ。まあ言うように、はい、リーグで一番輝いてた選手というか、はい、まあそんな感じがするからね。そうですよね、はい、じゃあ発表していきましょう、はい、セリーグは巨人の坂本勇人選手です。はい、もうねこれ点数なんですけれども、はい、1403ということで、はい、もうこの1000という数字はもうダントツです、うん、まあ圧倒してたというか、ね、はい、うん、今年の坂本見てて文句はないよね。文句言う人いないですよね。まあ成績もそうだけども、うん、チームにもたらした、はい、ことっていうのはすごく大きくて、まあ例えば若いピッチャーが上がる、そしたらショートのポジションから声をかけに行く、まあいろんなこう所作を見てると、はい、素敵なキャプテンになったなって思うシーンがたくさんあって、はい、安倍晋之助の引退試合で坂本も確かホームランを打ったと思うんだけど、まあその時にまあそう大して喜んでなかったんだけど、晋之助が打ったホームランに対してベンチ飛び出してジャンプしてるというさ。そうですね。まあああいう姿を見てると、ああ人間的にも大きくなったなとか思うし、うん、豊さんが一番最初その坂本選手を見た時って、うん、そのルーキー、これはね、原監督にキャンプの時に、はい、まだその今の監督をやる前にね、はい、の監督時代だったんだけど、だからちょっとさ、坂本っていう選手がいて今ショートやってんだけど、豊お前どう見るって聞かれたのね、はい、どういうことって言ったら、いや俺はねすごく可能性を感じるんだよねって。で見たらなんかひょろーっとしてさ、背が高くてなんかひ弱な人間がショートを守ってたっていうことから坂本を見出したのね、はい、で若い頃はやんちゃでさ、まあいろんな噂も飛んできて、はい、ああもうちょっと野球にかけれんかなとか思いながら見てたら、なんかどん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 大きくなっていくんだよね。でも若い時ってそういう時代があるじゃない。みんなありますよね、やんちゃな時代っていうのはさ、はい、やんちゃな時代があって、だん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 こう研ぎ澄まされていくというかさ、無駄がなくなっていくというかさ、まさしくなんか王道を行ってるなという、うん、そういう感じが今年は特にした、うん、で長年ショートを守り、いろんなところが痛むよショートって。いや本当に痛むから、いや精神的にも来るし、はい、その中であれだけの成績を残すっていうのは、並外れた体力と精神力がないと無理だよ。そうですよね、うん、もうこれはねやった人間だから言うけど、はい、これ坂本は俺の中では皆さん好きだとかどうのこうのって言うけども、はい、いや確かに好きだよ、はい、ああいう選手は好きだけど、だって頑張れるもん、うん、大事なところで。だからああいう選手っていうのは、まあ、一つのそのプロ野球選手としての見本かもわからないね、はい、うん、すごいですね。そのあれだけ身長があってショートで、うん、で主軸も打って、でも上位打線も打ったりもあったり、うん、でキャプテンで、すごいですね。それやっぱり考えると、いやもう毎年成績を残してきてるからね、はい、それでもう来年2000本打つでしょ。だから右バッターで俺3000本いくんじゃないかなと思って、ね、おー楽しみですね。いや楽しみなんだよ、うんうんうん、だからすっごいね魅力を感じる選手だね。実際に豊さん、坂本選手と例えばキャンプだったり、うん、グラウンドとかで話したりとか、うん、まあまあ一緒にお酒飲んだこともあるし、うん、話をしたことはあるけど、はい、ものすごく好青年だよね、うん、うん、それとねやっぱこう金が切れる男として、おスパーンといく、は
はい、だからまあ例えばよ、はい、俺が息子に教えたのは、うん、飲み行って息子とね、うん、飲み行った時に伝票を出されると、うん、伝票を見るなと、はい、いくらって確認するなと、うんうん、もう男はもう遊んだんだから出せと、はい、ね、うん、あこれで払ってて、まあカードだったらカード、うん、いくらだったらいくらって財布からパンって、あじゃあこれでみたいな、うん、もうねそこができる男だ。あなんかこう男の、まあ、潔さじゃないですけど、まあ、まあ潔さ、うん、っていうプレーさ、はい、うん、まあ、そういうこともプレーに表れてるし、うん、でも坂本だけじゃなくて、はい、2位は誰？2位は同じく巨人の山口俊投手、うん、3位は？3位同じく巨人の丸選手、うん、なるほどね、はい、やっぱり優勝チームってから出るよね。そうですね、で、まあ、上位3人がやっぱり優勝したチームでしょ、はい、うん、だから一つ気になったのは俺鈴木誠也も負けず劣らず、はい、うん、よく頑張ったなって思うから、はい、3位まで入ってないんだね。4位なんですよ。4位で何票？4位で77票なので、うん、そこまで山口投手は665、うん、で丸選手は306点、うん、で鈴木誠也選手になると77点と一気にちょっとまた下がってしまう。まあね、4位に落ちちゃったしな、今年な。やっぱりそのちょっとチーム事情の見え方とかもあるよね。まあその優勝するっていうのはさ、はい、1本の、はい、あのヒット、ホームランが、うん、貢献度が全然違ってくるもんね、やっぱ見え方として、うん、はい、で4位だとさ、うん、4位の1本っていう単価という感じで見られちゃうから、うん、だからまあそれは優勝チームから出るんだろうけども、だけど鈴木誠也もよく頑張ったなって思うしね。そうですね、うん、まあ、確かに山口なんか安定してたし、はい、丸も移籍してよくねチームを引っ張ったと思うしね、はい、うん、だけどまあ坂本ということだよね。そうですね、はい、さあ続いてパ・リーグなんですが、はい、西武の森友哉選手です。あ、おめでとう。おめでとうございます、ね、よかったね。こちらも1189ということで、うん、1000万台。やっぱ森はさ、うん、あれだけ打たれてリードしてへこまないで俺が打ち返してくるっていうような気骨があるよね。その精神の強さとか、うん、それでね、秋元っていうね、はい、あのバッテリーコーチとかがいるんだけどね、まあ、俺ら一緒にやって谷繁とも被ってる時代の選手だったんだけど、はい、秋元って言ってた、はい、森友哉はいくら打たれてもへこむことはないって。へえ、俺が打ち返してきますって行くんだって打席に。だからもう切り替えがすごい上手い選手で、うん、でもやっぱりへこむよね、あれだけ打たれると自分のリードが悪いのかなとか、うん、とかも考えれちゃいますよ ね、うん、でも俺が打ち返したらいいんだっていう信念だけは強いらしいよ。それってピッチャーありがたいですね。いや、ありがたいし心強いよ、うん、あれでそれだけ気の強いやつがマスクかぶってくれてるっていうのはさ、うん、だからよく打ったね。そうですね、うん、まあ、首位打者に輝き、はい、打点も100超えたでしょ、はい、うん、で、まあホームランがね、お前30本打てるんじゃないのって、いや、宇田川さん30本はさすがにきついですとか言ってたけど、はい、まあいずれは打ってくるようなバッターになるかもわかんないね。あ、じゃあ森選手もそのグラウンドだったりとかでちょこっと声かけたりとか。あ、ある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 。どんな感じの選手？俺ね、かけない選手っていうのはなかなかいないんだよ。あ、まだ時間帯が合わなくて会えない選手はいるけど、はい、だいたい声かけちゃうんだよね。豊さんの、そうなんですね、人のつっこい、うん、このそうそうそう、なんていうの、やっぱ関西人だよね。ノリが、いや、だからこう入っていかないと、うん、あんまり喋らないというか、でも入っていった時には本音でもこうバーッとこう喋ってくれるという、だからすごく森なんていうのはこう仏頂面で、うん、やってるかもわかんないけど、すごくいい子だよね、性格のね、はい、さあそして2位なんですけれども、同じく西武の中村剛也選手、はい、485点、うん、まあでも中村何回も言ってるけど、最後本当にチームを支えてくれたよね、ベテランが。で、満塁ではすごい活躍したじゃない、うん、だからああいう勝負強い4番がいると心強いよね。そうですね、しかももうベテランでっていうところで、うん、ね、うん、そしてその4番からまあこう7番ぐらいに落ちちゃった山川もやっぱ救われたと思うよ。
その中村選手の存在でいてくれるっていう、存在でいてくれて、うん、だって自分が4番から降格をして、はい、その4番が打ってくれて優勝できたわけじゃない、はい、だからもう生きた標本みたいな、教科書みたいな、うん、そんな感じで山川はもう最後変わったからね、バッティングがやっぱこう勝負どころで振り回すだけじゃなくて、はい、コンパクトに打っていったりだとか、うん、いろいろやっぱり中村から学んだものっていうのは大きかったと思う、今年。だからこの中村のこの活躍っていうのも、はい、やっぱり立派だったと思うよね。そうですね、うん、でもあの本当にあのピンポン玉みたいに、うん、すくってポンってあのホームラン、ね、打つっていうのはもう昔から変わってない。いや綺麗だよ。綺麗ですよね、うん、もうだから今度ね辻監督と対談するけど、はい、まあ、そこら辺もやっぱおかわり君の存在も、はい、改めて聞いてみたいよね。そうですね、その今の西武にとってどういう存在なのかっていう、うんうん、だから森はねあのぐらいやると思ったよみたいな、はい、言うかもわかんないし、うん、だけど俺の中では、うん、おかわりが MVP だよって言うかもわからない。あかもわからない。辻監督、いや森の実力はもう認めてるわけよ、はい、もうそのぐらいのことはできるって、うん、首位打者も取れるだろうみたいな。でもまああの成績は当たり前だよって森よって友也、うん、そんな当たり前だってお前の実力からだったって。でも中村はこう落ちかけてたからさ、そっから這い上がってきたっていうのはさ、やっぱ最後頼りにしたのは誰だったのかっていうのもさ、辻監督にちょっと聞いてみたいよね。そうですね、そのあたりも、うん、ね、で3位が西武の山川選手なんです。山川も頑張ったよ、前半頑張ったっていうのはさ、やっぱ山川だもん、うん、最後ちょっと失速はしたけど残念だったけどね。だけど最初のそのなんていう雰囲気作りだとかさ、はい、そういうのをしたのは山川だよね。ペース的にはもう70本超えるんじゃないかっていうペースでホームランを打ったから、はい、だからもう本当に西武っていうのはバランスよく選手が活躍してくれた、その中で一番安定してたのが森っていうことだよね。そうですよね、うん、だって実はその4位にはやっぱ西武の秋山選手入ってますし、で、まあ、5位はソフトバンクの千賀投手なんですけれども、うん、その後西武のニール選手、うん、西武の平井選手ってやっぱ続いていくって、そう、ね、やっぱり西武が優勝したっていうのはやっぱりこういうことですよね。まあそうだね、うん、やっぱ優勝チームからやっぱ上位3人は選ばれてるというね。そうです、両リーグとも、うん、両リーグともそうです、うん、でも本当に良かったなと思うし、はい、心から拍手だよね。いや、そうですよ、ね、本当によく頑張りましたよ。1年間とかシーズン通して頑張ったご褒美みたいなものですもんね。そうだね、まあ、勲章だね。勲章、はい、いいですね、ね、はい、おめでとうございました。ありがとうございました。